2023明治安田生命 J1 リーグ第9節サンフレッチェ広島対 FC 東京、まもなく両チーム選手の入場です。さあでは過去5試合の対戦成績ご覧の通りで、はい、もう中原さんこの東京なんですよね。いやそうですよね、まあ、そんなにこう選手たちはこう完全にやられたっていう意識はないと思いますけれども、はい、やっぱ結果を見れば FC 東京がしっかり勝ってますから、うん、そういう部分でその苦手意識っていうところを早くこう払拭したいですし、まあ、タイトル取るためにはやっぱこう同じチームに連敗しないってことは非常に大事かなと思いますから、はい、まあ、そういう意味ではこう初対戦の今年しっかり勝ち点3取りたいですね。ここ3年間東京は広島に負けなしということで、今季のキャンプは宮崎キャンプで対戦したんですけれども、はい、トレーニングマッチで45分4本の変則マッチで4対0東京勝利ということで、広島が最後に勝ったのはなんと2019年の8月アウェーゲームと、でホームではもっと遡って2017年の11月、まあ、広島が J1 残留を決めたゲームなんですけれども、5年間ホームで白星なしなんですよね。いや久しく勝ってないでしょうから、まあ、そうやってこう、まあ、選手もそうですし、はい、まあ、サポーターも苦手意識あると思いますから、このサポーターの前でしっかり勝ち点3取れるといいなと思いますけど ですね。ただ広島は絶好調、リーグ戦は5連勝、はい、もうルヴァンも逆転勝利ミッドビックしました。どう分析されてますか広島は。いや、いろんな選手がこう、はい、出てきても自分たちのやりたいサッカーってところはクオリティが高くできると思いますし、まあ、特に途中から入ってきた選手がしっかり結果出してるなってところと、まあ、若い選手もどんどん出てきて、まあ、しっかりこうチームを活性化させてるってところ、まあ、常に多分コメントにもありましたけど、練習からいいトレーニングができてるって言ってましたから、まあ、そういうところがこうチームの、ね、クオリティを高めてるのかなと思いますけどね、はい、全11ゴールのうち6ゴールが76分以降ということでね、はい、途中出場の選手がまあ結果を出している。いやそうですよね、まあ、そんな中で、まあ、ビエイラが途中から出て3戦連発です、はい、いや素晴らしいですよね、まあ、それがこうしっかり勝ちのこう方程式に今なってるような気がしますけどね、うん、そうですね、まあ、あとは若手の台頭で言いますと、アカデミー出身広島スタメン7人ですからね。中井さんは育成年代クラブ経営されてますけれども、はい、広島のこの育成組織、そしてトップに上げて活躍するこの流れどうですか。やはりこう会社もそうですけども、はい、まあ、現場がしっかりこうブレないでしっかり自分たちにやりたいサッカーってところが、まあ、しっかりこうアカデミーからトップまでしっかりつながっているところがすごくこのいい選手が上がってきている要素だと思いますし、はい、まあ、トップもそうですしアカデミーも結果を出し続けているっていうところ、まあ、それはこうトップに上がるだけではなくしっかりこう勝ち続けることによって自信を深めてますし、出てきた選手がしっかりこう代表につながるような選手が、ね、生まれてるっていうのもこういい循環になってますよね。ですね、広島のアカデミーユースはプレミアウエスト最多の優勝5回を誇る、まあ、名門アカデミーということになります、はい、今日はスターター7人です。一方の FC 東京ですけれども、ここまでの今季の印象改めていかがでしょうか。まあ、しっかりボールを握っててこう前進したいんでしょうけども、まあ、いい時はしっかりこう前につけて前進できてますけども、良、はい、くない時は後ろで回してそれをちょっと引っ掛けられてショートカウンターを受けたりとか、まあ、最近ちょっとクロスからの失点が多いのが気になるところで、はい、今日広島はこうクロスが多い印象があるので、まあ、その辺はどのように修正してきてるのかなと思いますけどね。そうですね、まあ、ただ水曜日ルヴァンカップは公式戦、まあ、5戦ぶりの勝利ということで、ここまあリーグカップ違いますけれども一つ取れたってのはこれ大きいですね。いやそうですね、こう一つこうやっぱ4戦リーグ戦勝ちなしだったところから、はい、しっかりこうルヴァンカップでしたけど勝ったことによって選手たちは自信になると思いますから、そういう部分ではそのルヴァンで勝ったものを今日リーグ戦でねそのままつなげていきたいですよね。まあ、直近のリーグは1対2セレッソ戦敗戦ということになった東京です。まあ、ただ中川選手はですね振り返って、はい、自分たちのリズムの時に点を取ることがどんな相手に対しても重要にはなると思いますと、ただ別に悪い感じはしないんですよねと、結果がついてきていないだけですと話していました。まあ、しっかりこう結果がついてくるとよりこう自分たちのサッカーに疑心暗鬼にならずに臨めると思いますから、はい、やっぱ勝ち点3というのは非常に大きいかなと思いますけどね。そうですね、まあ、前節スタートから 4-2-3-1 を採用した FC 東京です。アルベル監督は開幕当初にあったいい感覚を取り戻しつつあるんだとコメントを残しました。さあサンフレッチェ広島対 FC 東京第9節です。広島は攻守でシームレスなサッカーを展開します。コンパクトで高いラインを保ち前線からのプレッシングでショートカウンターで何点も積み上げている広島。一方の FC 東京、まあ、伝統のファストブレイク、そこに加えましてアルベル東京はポゼッションにこだわります。立ち位置での優位性を徹底的に追求するのが FC 東京です。中原さん、はい、アルベル監督は美しい城を作るのは時間がかかるが、時間をかけて作った城は長い間続くんだと、これ凝縮されてますね。そうですね、まあ、それこそこう自分のやりたいサッカーだとか自分のサッカー感にやっぱアルベル監督自信持ってると思いますし、まあ、それを落とし込めばしっかり結果がついてくるっていう自信の表れだと思いますから、
それを早く構築してしっかり勝ち点3つなげることによって、まあ、選手もそうですしサポーターも喜べるような試合を、ね、たくさんしたいですよね。そうですね、まあ、東京広島ともに守備の部分は即時奪回を掲げています、まあ、ですのでここの本当に凄まじいトランジションの部分も注目ですね。いやそうですね、まあ、攻守の切り替え両チームとも早いですからね、まあ、そこでこうどれだけ抜け出せるかボールを奪えるか前進できるか見ていきたいですね。はい、まあ、矢印は基本的には広島東京ともに前ということで、まあ、攻守で縦矢印縦というところそこでぶつかり合いに注目して見ていきたいと思います。今日もウイングに入ることが予想されている中川です。であと逆サイドの渡辺ですけれども、まあ、改めてあの胸トラップからのゴラストはこう胸コントロールした時にステップしてもバランス崩さなかったですもんね。そうですね、いや体幹のしっかりしているところもそうですし、まあ、少しかあの上半身ぶれましたけれども、まあ、それでもあそこに持っていくだけの力強さとミート力がありましたよね。あの状態からしっかりミートしてゴールにねじ込む、やっぱストライカーですよね。そうですね、サンフレッチェ広島改めて今日のスターティングラインナップです。いつも通り 3-4-2-1 のシステムです。アカデミー出身が7人並んでいます。中根さん今日の見どころ解説お願いします。まあ、相手があの FC 東京が、まあ、ちょっと3トップ気味になると思うので、あの3バックの脇のところを誰が修正していくのかっていうところは注目していきたいですし、あのウィングプレイヤーがあのワイドのプレイヤーがどれだけ高さ出せるかっていうところは非常に大事かなと思いますね。はい、東越道のポイント、まあ、どれだけ前に持っていけるかということになります。はい、まあ、これまで 3-4-2-1-3-5-2、まあ、アンカーダブルボランチ主に3パターンを使い分けて今季は戦っています。審判団の紹介です。主審が笠原博樹、副審大川直也、岩田博義、第4審判が西村美希也です。 VAR は小屋光栄、アシスタントは赤坂治です。FC 東京今日のスターティングラインナップです。前節と同じく 4-2-3-1 を予想しました。今日のポイント解説お願いします。まあ、広島が3バックなので、まあ、そのウィングハーフの、まあ、裏のスペースを、まあ、誰がどう使うのかというところと、まあ、ビルドアップのところでしっかりこう前線、後方で引っ掛けられないようにどれだけ前進できるかというところはすごく重要かなと思いますね。さあ今季スタートは 4-3-3 中盤アンカーで戦っていましたけれども、はい、前節はスタートから 4-2-3-1 ダブルボランチでウィングのポジションもちょっと変わっています。東京指揮を取りますアルベル監督です。東京で初のスペイン人指揮官です。バルサのアカデミーコーチスカウトを務めた経験があります。あの久保建英発掘したのはこのアルベルさんです。ミヒャエル・スキッペ監督です。広島指揮を取ります。まあ、スキッペ監督は思い切った選手の起用法がまあ特徴的で、昨シーズンは途中から出た8選手が12点を取ったということ で、はい、今季はもう東をボランチで使ったり、はい、ルーキー越道を使ったりとね、思い切った采配ですね、本当にね。いやそうですね、まあ、どの選手がどのポジションやってもしっかりこうクオリティ高くやれる、まあ、サッカー IQ の高い選手が多いなって感じがしますね。そうですね、さあ注目の第9節です。センターフォワードディエゴ・オリベイラ、右のウィングバック越道颯太、アカデミー出身の19歳です。幼き頃から憧れたこのピッチです。前半の45分のスタートです。ホーム広島右エンド、アウェー東京左エンドでのスタートです。まずは細かくつなぎながら東京を前進します。ターゲットのディエゴ・オリベイラ、マッチアップは荒木です。さあミドルゾーンでのこの攻防、拾ったのは広島です。左のウィングバックは東、斜めのボール河村来た、スライディングで対応は木本がしっかりと処理をしました。さあ広島ボールに変わります。まあ、河村の良さが出ましたよね。やっぱあれだけ長い距離は、走ってディフェンスラインの裏に抜けるっていうところが、まあ、彼の良さかなと思いますよね。まあ、3列目からボックスの中まで入っていけるのが河村の良さです。はい、さあ立ち上がりセットプレーコーナーキックです。右足インスイング、キッカー満田誠、今季から11番を背負ってのプレーです。キックの質が非常にいいですよね。さあその満田の右足です。ヘディング、タイミングはドンピシャでした。最後川村です。フリーになってましたね。まあ、ここで前の選手がいるので少しこうブラインドになりましたけれども、まあ、フリーな状態で打てたってところ非常に良かったと思いますね。さあここは東京は右から行って中村穂高行く、東と接触がありました。ちょっと痛んでます。東俊輝モロに入ったでしょうか。いやそうですね、中村イエローカードです。膝ですかね、ちょっとこれは痛がり方は、まあ、ここで蹴った後ですね、お膝もぶつかってますし全体的に強く強打しているので
心配だなと思いますけども、まあ、今 FC 東京の方は中川が内側に入ってきて右サイドのサイドバックの中村が高さを出すようなところをうまくやろうとしましたけども、まあ、東俊輝もよくねその辺カバーしてましたけどね。さあサイドでのマッチアップ中村対東のところ、接触あって東が今痛んでます。まだ立ち上がることはできません。中村にはイエローカード、右膝を気にしています。もう去年大怪我をしてリハビリをしてようやく今季は戻ってきた東ですけれども、接触は確実にあって、この突き方もちょっと膝からいってますからね。そうですね、大丈夫でしょうか。まあ、立ち位置の部分でいうと今右は中川が中目、幅取った中村ということになっています。まあ、ここのですのでレーンの使い方は東京は本当にこうバリエーションが豊富で、中川入ったら中村外取って徳本、はい、渡辺逆もしかりですけれども、はい、まあ、ここ何パターンかってここは整理されてきた印象ありますね、やっぱりね。いや、そうですね、まあ、ワイドのところに中川入ったら、うん、あの中村なんかがインナーラップしたりとかっていうところのレーンの使い方っていうのは非常にこう整理されて、ここ数試合すごくいいなって感じがしますね。そうですね、はい、そこは今季東京肝になります。まあ、ぜひともそのあたり注目してご覧いただけると幸いです。さあ3分経過、東は戻りました。ヒヤッとしましたがよかった。さあ佐々木ベンカリファターゲットです。ディエゴ・オリベイラのところはガチッといった荒木、トップ下阿部、松木です。松木小泉阿部のトライアングル、サイドバックから中に預けてディエゴ・オリベイラ強い。いや強いですね、しっかりと収めました。狭いところつけた渡辺中、さあ張っていました。ここ中川、もう一回渡辺、渡辺中川つないで伺います。やり直し東京、小泉です。中盤の働き屋、木本、ボランチタイプのセンターバックです。広島出身の森重、左は今日も徳本です。バングーナガンではベンチスタート。まあ、徳本もバングーナガンで戻ってきて、ここはでも譲りたくないところですからね、本当に。いやそうですね、まあ、非常にこう彼の良さというところは、まあ、攻撃だと思いますから、まあ、その守備のところの優位性も出しながら彼の良さというところを存分に発揮してほしいなと思いますけどね。J3、J2、J1 一つずつステップアップしてきました。左の徳本、セットプレー7番の松木が蹴ります。2003年生まれの19歳です。日本サッカーの未来を担うプレーヤー、松木玖生。松木のボールが入ってきた、大園、中村、松木、中村、セットプレーから先制 FC 東京、立ち上がり5分です。いやー、ゲーム動きました、中井さん。そうですね、まあ、非常にこう松木のクオリティの高いボールもあったと思いますけれども、まあ、中村のこうランニングのコースがここディエゴ・オリベイラを少しこうカムフラージュに使って、まあ、そのところの裏のところですね、うまく触れたと思いますし、まあ、立ち位置、入り方、まあ、ヘディングも非常に良かったと思います。まあ、早い段階で広島にもコーナーキックで1本あったと思うので、まあ、ここで決めたい FC 東京ってところが、まあ、相性の良さっていうのも非常に出たかなと思いますけども、この力強さ、入り方、非常に良かったと思います。松木のセットプレー、鋭いボールが入りました。右サイドバック中村穂高、先制です、東京。いや、飛ぶタイミングもそのミートするところも完璧でしたね、本当にね。いや、そうですね、昨シーズンもがき苦しんだ中村穂高、結果を出しました、先制東京。さあリード東京、追いかける広島の構図に変わります。立ち上がりです。広島センターバック荒木、背負ってベンカリファ、足裏で触った中村、ズバッと入れて3人目の動き、躍動する渡辺、ラインあります。まあ、FC 東京が、まあ、少しこう今日は後ろで回すだけではなく、少し長いボール入れてデゴ・リベイラにこうシンプルに当てて、はい、まあ、デゴ・リベイラが、まあ、マッチアップする荒木も非常に強いんですけども、まあ、そこでしっかりキープできるというところがこの時間帯まで非常にいいですね。そうですね、で、まあ、立ち位置なんですが、
まあ、渡辺が相当中にも絡んでプレーするような印象があります。まあ、ベースはただ 4-2-3-1 で相当渡辺中に置いてるってイメージですか。いや、そうだと思いますよね。まあ、相当自由度を与えられてるのかなと思いますね。なるほど。ベースポジションはおそらく左だと思われますけれども、相当中に入って11番の渡辺龍馬プレーをします。でしっかり幅を取る役割が徳本という左サイドです。まあ、プレスバックするところ、まあ、守備のところはこのベンカリファのこう特徴だと思いますけども、はい、まあ、ちょっと遅れてしまいましたね。献身的なスイス人のアタッカーのディフェンスファールです。さあセットプレー東京、小泉です。差し込んだボール反転、シャープなターンからスルーパス、渡辺から中川でした。前節はゴラッソ決めました渡辺。まあ、渡辺はベースポジションに頑張って守備で戻ります。まあ、これをやらないといけなくなるのがこの流動性のところ。さあ体を入れた徳本、ファールをもらいました。バングーナガンデの怪我もありましてチャンス到来です。4試合連続のスタメン徳本、対峙するのはルーキーの越道です。スローのオプションも持っています徳本。さあ8分経過、リード東京、横パスで松木、松木縦のボールがちょっと長くなってしまいました。まあ、FC 東京は、まあ、ゴール生まれたっていうのも あると思いますけれども、はい、まあ、試合開始からすごくこう気分よくプレーしてる感じしますね。まあ、まさに得点のもたらすパワーですね。はい、そうですね。セットプレーから取りました FC 東京。さあ広島はポジション的には予想通り、いつも通り 3-4-2-1 のベースポジションですね。そうですね。さあ3枚で回して左の東、今季はボランチでもチームに貢献している。ここ激しくいった東京、基本的には前からのプレッシングが一つ色としてあります。ディエゴが行った、行って蹴らして投げるか。ここ中盤の攻防制した川村、笛になりました。センターサークル付近でのファールになりました。倒れています川村。ルヴァンカップでは2ゴール決めています川村です。まあ、ここつついた後に、まあ、少し足に入ってますけども、まあ、球際の攻防ってところは、まあ、試合直後から相当回数増えてますね。増えてますね。データにも色濃く反映されておりまして、タックル数リーグトップが東京、2位が広島です。越道落として塩谷、下から行きます。越道左足のクロスもいいものがあります。越道のクロスヘディング、ウィングバックからウィングバックです。越道東、まあ、前節ね、ゴールありましたけども、やはりウィングバックからウィングバック、やっぱりウィングバックがしっかり中に入れるというところは、まあ、広島の特徴ですね。ですね。まあ、広島が一つ掲げる部分でもあります。ウィングバックからウィングバック、ポケットを取りに行きました森島。まあ、前節は越道のクロスヘディングで東というシーンがありました。激しい小泉で取ります。ボールハンターファール、三田のファール。タックル数、インターセプト数、走行距離、全部リーグ4位をマークしています小泉です。献身的ですし、まあ、予測判断というのが非常に優れた選手ですね。そうですね。さあ小泉と三田のマッチアップでした。センターバック木本が長いボール、ディエゴを狙います。ラインを割りました。まあ、東京の今ボールを蹴った木本ですけれども、やっぱり真ん中を使わないと相手は嫌がりませんと、リスクもあるんですけれども強気に差し込んでいきたいと話をしていました。そこはちょっと肝になりますね中内さん。いや、そうですね。もともと彼はボランチ大学の時やってたから、やっぱり非常にこうビルドアップの時上手いですね。そうですね。福岡大学ですもんね。はい。まあ、ボランチでも鳴らしたプレイヤーです。小泉ここでも仕事をします。痒いところに手が届きます小泉。さあ広島取って塩谷で、ボランチチームの中心は7番です野津田学人。レフティーからレフティー、アカデミーコンビの東、ファールです。ちょっとスキッペ監督怒ってます。ちょっと足の裏が入ったかもしれないですね。イエローカード、東に対してのイエローカード、松木玖生に入りました。まあ、ここですね。あ、ポイント入りましたね。はい。まあ、ちょうどこう正面に笠原主審が見てたと思うので、足の裏が見えたと思うんですよね。
さあ東にイエローカードです。まあ、中村穂高にイエロー、東にイエローで、まあ、両クラブに1枚ずつイエローが出ています。立ち上がりです。まもなく12分。森重、まあ、ですので森重、木本ともにその育成年代込みでボランチで鳴らした選手が2センターですから、ここからのさばきは面白いものがありますね。いや、そうですね、こういうとこ強いですよね、ディグオリベイラ。最終的にファールにはなりましたが、2枚のマークに合いながらもキープしに行きました、はい、ディエゴ・オリベイラです。そのディエゴが今傷んでます。強さ、うまさ、しなやかさがあります、万能型のアタッカー。ここの体の使い方、懐深いですし、まあ、野津田がよくこうプレスバックしたなって感じしますけども、あそこで簡単にこうキープされたり前向かれると非常にこう広島からすると厳しいですね。はい、荒木背負ってサンドで行った野津田学人。さあ野津田さばいて佐々木です。ルヴァンでは3ゴール取ってます。佐々木翔、裏に出したボール、ベンカリパタイ、木本入れ替わるか。ここは長くなりました。キーパースオービック、東京の絶対的守護神です、ヤクブスオービック。木本縦にはつけない、やり直してスオービック、開いてつなぎに行く格好です。森重、左足でさばいて徳本、詰まったんで縦を見ました。先読みで荒木、右のストッパー塩谷、攻守が目まぐるしく変わります。いいとこに入る満田、逆を見た東のストレート系のボール、逆サイド越道の折り返し、森島来た、森島うまいターンからフィニッシュ、森島枠の上。まあ、右から左、左から右と、まあ、これだけ揺さぶられるとやっぱマークはずれると思いますし、まあ、ここ2列目からしっかり入ってきたところ、まあ、コントロールするところでやっぱ後ろにボール来ましたけども、まあ、コントロールのうまさってところは非常に出たなと思いますけどもね。少しこう回転した分ゴールマウスってところを強く認識できなかったなって感じしますけどね。なるほど。いやー、ただ一つテクニックを見せつけました森島司です、はい、抜群ですね、ああいうところの柔らかいタッチはもうさすがですよね、やっぱりね。素晴らしいと思います。さあ松木、ただ頑張ったベンカリファと野津田学人、ファールをもらいます。まあこれはですね、中谷さん、これ14分ですけど、相当厳しいですね、両クラブ ね、 そうですね。これはもうバチバチのバトルが続いています。まあ、あれなければいいんですけれども、もうすでに2枚出てますからね、まあ、譲れない部分ではありますが、ちょっとポイントが入ってレイトで行き出すと、ちょっとこれは危ないシーンになります、はい。松木対野津田、そうですね、ちょっと松木は少しボール触れるような距離にはなかったですけどね、はい、足にちょっともろに入ってしまったかなと思いますけど、さあ7番同士のマッチアップですけれども、野津田は今傷んでましたが自力で立ち上がります。左足のすね、足首あたりを気にしています野津田学人。まあ、これだけ試合序盤から激しさが出てる中で、はい、まあ、イエローカードも2枚出てます、まあ、笠原主審がどうコントロールできるかってところも非常に大事かなと思いますけどね、まあ、そこはもう主審の、ね、このジャッジでどっちに転ぶかゲームがですね、はい、そうですね、これまたちょっとこのゲームポイントになるかもしれません、はい、主審のジャッジ。15分です。立ち上がりました野津田学人、で松木に注意をします。笠原さん、さあゲーム再開です。リード東京、追いかけますホーム広島です。キッカー11番三田、まあ、かつて藤本力さん、佐藤久人さんがつけた背番号11を背負ってのプレーです。左に振ります。東俊輝、角度変えて野津田、縦につけて東、角度変える、中のレーンで佐々木、左が空いたところ野津田のスプリント、速い中川、当てました中川。いや、素晴らしいですね、戻って対応、おお身のこなし中川。そしてラインはまだ割っていない東、残ります。東、満田、東、塩谷です。ワンタッチ、面白い、小泉が蓋をしました。塩谷が相当高いポジションを取っていました。まあ、3バックですけども、荒木の脇のところがやっぱ高さ出して、今のところビルドアップも含めてあれで関わってこれるっていうのは、まあ、広島 ならではかなと思いますけどね、右ストッパー、左ストッパーは、まあ、もうボックスの近辺まで入っていくのがこの3センターで、この位置です塩谷。
さあバチバチのやり合い、まあ、その位置にこうポジション取れるっていうのはやっぱ荒木の強さっていうのはあると思いますけどね。あそこにどっしりセンターがもうあるからっていうのもありますもんね、はい、阿部が来た阿部が来た絞って佐々木、まあ、もちろん攻撃にも移動がありますけれども守備は鉄板の3枚です。塩谷、佐々木、荒木、まあ、一貫してこの3枚はスキップさんはいじりません。拾った川村、外回った越道です。スピードがあります。下から行く三つ反転ファールです。いいところでフリーキックゲットはサンフレッチェ広島。そうですね、いやここは右足左足距離どうでしょう中原さん。いや両方ともいけると思いますけども、まあ、このまずこの立ち位置が非常に良かったですね。なるほど、はい、立ち位置でコントロールも素晴らしかったですし、あのワンタッチ前向いたことによって手をかけるしかないような状況を作りましたし、まあ、左足の方が多分狙いやすいのは狙いやすいと思いますけども、まあ、野津田は去年、まあ、まさにこの角度でフリーキックを決めています。7番レフティー野津田、右であれば11番三田、二択どちらでいくでしょうか。それか、まあ、パワーシューターの塩谷という手もあります。まあ、少しこうパワーシュートにしては近いかなと思いますけどね。距離が近すぎるというのもね、はい、ありますから。さあこれは面白い3本の矢です。どの矢でいくでしょうか。入念にセットはレフティーの野津田、まあ、基本的にキッカー最後に触った人が蹴るっていうのがありますけどね。最後のタッチは野津田でした。はい、野津田で来ました。落ちきらない、ちょっと自分の間合いで蹴れなかったかなって感じしますけどね。なるほど、縦回転をかけるようなキックですけども、まあ、気持ちよく蹴ってないなって感じしますね。本来ならば彼の能力からすると、まあ、当然こう枠を取られていいようなキックの質を持ってますけどね、はい、縦回転で落とすようなイメージで蹴ってきました野津田学徒、まあ、いろんな球種を持っています。7番の野津田、キーパーの大迫です。代表守護神です。左のストッパー佐々木、2度の前十字靭帯断裂を乗り越えて A 代表まで上り詰めたプレイヤーです。ベンカリファ、笛なし、仕事人の小泉、ソービク、三田の猛烈プレス、滑ってしっかりと最後まで行きました。三田素晴らしいですね、まあ、そのプレーがありましたので回収しました広島です。中に入って東、面白いボールが入ってきた、胸落とし、川村が来た、越道が落としてのポスト、最後は川村、まあ、2人の縦関係でいいところまで持ってきましたけども、この渡辺もしっかりこう献身的に守備しますね。そうですね、まあ、アタッカー中盤サイドバックどこでもできます。ポリバレントプレイヤーの渡辺龍馬、まあ、あとはもう本当に立ち位置のところではアルベルサッカーの申し子ですね本当に。いやそうですね、しっかりこうデゴリベラとの関係性でこう縦関係になっていいところでボール取ってますし、うん、まあ、こう結果を出しているというのがやっぱり一番いいですよね、まあ、前節はゴラッソもありました。さて入れ替わった森島です。森島クロス、ベンカリファ手前で小泉、また小泉が消しました。いやもう今日何回目ですか小泉。いや素晴らしいですね、今の体の張り方もそうですし、危険なところに必ず小泉がいますね。本当そうですね。さあ東京縦に速い攻撃です。これはもう東京の伝統、阿部が行った、かわしに行った、阿部のクロス、最後タッチは佐々木ではなくゴールキックになりました。ワンタッチあったようです。そうですね、青若育ちのダイナムです。8番の阿部シュート、まあ、この 4-2-3-1 ですけど、この阿部がいるからこそのこのシステムってところありますもんね。いやそうだと思います、まあ、彼が簡単にゴール失わないってところと、まあ、縦への推進力も非常にある選手ですからね、さあつなぎます東京、まあ、このクオリティにこだわりたいところであります。怖いところ縦につけたんですがちょっとずれました。先に体を当てた三田、まあ、非常にサイズはないんですけど体幹が強い11番の三田です。で非常にスピードもありますし、こうシュート技術もありますよね、ミッドウィークのルバンはお休みでした三田誠、まあ、休んだのがミッドウィークベンカリファと三田と塩谷ということで、後のメンバーは中2日で全員広島が出てきました。
で、まあ、東京としては渡辺は59分間のミッドウィークのプレーでした。ルヴァン、まあ、そういうところでやっぱこうコンディションってところは非常に気になるなってところと、まあまあ、今週非常にこう日本列島やっぱ非常に暑くなってきて、そうですね、はい、まあ、体がこう暑熱循環できてないと思うので、急にこう自分が思ってないところで疲れが出てきたりとか回復できなかったっていうことは結構あると思うので、はい、まあ、今日の試合それが出るか出ないかってところはちょっと見ていきたいですね。なるほど、緩やかにしっかり上がってくればアジャストできるんですけど、はい、いきなりコーンって上がった時アスリートはちょっと難しいって言いますもんね。いや、そうですね。渡辺の守備です。相当中、まあ、ほぼほぼもセンターラインでのプレーが続きます。でそこでカバーに入ったのがディエゴ・オリベイラです。まあ、こういうところもやってくれますディエゴ・オリベイラ。そうですね、まあ、この辺ローテーションして守備してるんでしょうね、まあ、約束といいますかもうそこはしっかりとトレーニングの段階で積み上げてきている部分なはずです。スペース星道が行きます。高卒ルーキー星道のクロス絞った中村、今日先制ゴールです。まあ、フリーランニングでこう背後の取り方非常に良かったですし、まあ、クロスの見えてるところも良かったですけどね。そうですね、ルヴァンの神戸戦でプロ初アシストで川村に合わせました越道で、リーグの前節横浜 FC 戦でも東のゴールアシストしています越道のクロスです。まあ、相手の嫌がるような、ね、ところにしっかりボール落とし込みましたけどね、高卒ルーキー右ウィングバックの越道です。越道のスローインから再開です。クロスのクオリティ、そして身体能力、ロングスローも持ってますこの人ベンカリファ、ディエゴ・オリベイラ、荒木、ワンタッチボックスの中、満田誠、塩谷この位置、越道いいクロスがあります。越道切り返し、左足クロス、塩谷のヘディング、ストッパーこの位置まで来ました塩谷。いや素晴らしいですよね。東の右足クロスペンカリファースロービクしっかり出ました。まだあります越道です。中をよく見てクロスが入ってきたぞ。野津田頭当てて森島です。左足のシュート、シュート性のクロス、まあ、非常にこうクロスの数ってのは多くなってますけども、はい、まあ、ここ数試合こう FC 東京はクロスからの失点が多い中で、まあ、今日はもう試合開始からすごく集中しているなってところと、まあ、あのファジーなところに上がった時にソービクがしっかりこう出てくれる、はい、守備範囲の広さってところも非常に良かったですね。そうですね、まあ、非常に守備範囲のこの広い守護神ソービクです、まあ、あとはソービク選手は道具を非常に大事にするそうで、練習後夏でも冬でも水道水で丁寧に自らキーパーグローブを洗うらしいです。いやそうなんですね、そういうのがやっぱりね、そのポストに当たって弾かれるだったりそういったところも絶対ありますからね、はい、いやそうですね、それこそメジャーの大谷なんかそういうところで運を味方につけるってことやってましたからね、はい、いやそれも大事ですね本当にね、はい、さて松木、木本です。センターバック同士でつないで森重、まあ、足元の技術が非常に高いこの2センター、渡辺が中に入って受けます。まあ、左は基本的には中取る渡辺、幅取る徳本のセット、はい、右は流動的に入れ替えてます。ワンタッチ渡辺ちょっと詰まってました。最終ラインからのビルドアップ、中を使う、溜まるかどうか、ディエゴ、中村穂高、シャープなターンで松木、手が強い、手のパワー左に落とした。さあ阿部です。阿部対塩谷ですが、フラッグ上がりましたが、松木はやっぱり手の使い方ですね。いやそうですね、非常に体強いですし、あの右手一本でこう距離を取りますからね。はい、ここなんですよね、はい、うわ、まあ、ここわずかに出たと思いますけども、まあ、その前にこうディエゴ・オリベイラのところにラフに入れますけども、そこでこう簡単に失わないので、まあ、前進できる回数ってところが FC 東京増えてますよね。はい、まあ、ディエゴがしっかり収めて2列目から湧き出ていく FC 東京です。東俊輝、シャドウ、森島、下から行って川村ですが、松木です。刈り取った松木で中に入って渡辺、おっと満田です、満田です、ドリブルスタート、満田中に入る、こぼれて松木玖生、中川ですがライン割ります。まあ、今結果的にシュートまでいけなかったですけども、はい、FC 東京はああいうところでこう
イージーなミスってところはなくしていきたいですし、広島はああいう高い位置でボール打った時に、まあ、シュートまでいきたいですね。そうですね、一つチャンスを迎えましたがフィニッシュまでは至りませんでした。先制ゴールの中村穂高の長いボール、荒木のヘッド、猛烈プレスで阿部です。襲いかかりました阿部シュート。今のも見てももうその中盤のところも絶対にやらせないぞっていうねところ伝わってきますね。いやそうですね、まあ、今佐々木なんかは多分あそこにボールを置いた時に後ろから来るんだろうなってところを予測しながらなんで、まあ、大きな怪我にならないようなこうプレーしてましたね。なるほど、まあ、織り込み済みだったわけですね、はい。まあ、そういった経験も非常にあるのが佐々木選手。ディエゴ・リベイラ、ディエゴ・リベイラ、中村穂高のクロス、グラウンダーワンタッチ、完全攻略 FC 東京、掲げるサッカーで取りました阿部シュート。青若育ちのダイナモが結果を出します。0対2東京、完璧でした。いや高い位置まで運べたってところが、まあ、ゴールにつながったと思いますけども、まあ、ディエゴ・リベイラが前向いてこうしっかりこう推進力持って運んで時間を作ったってところ、まあ、ここで時間作ったことによって中村が上がってきましたし、この深いところまで行ったのでやっぱどうしてもディフェンスラインは下がってやっぱこうマイナスボールに対して反応すると思いますけども、こういう中間ポジションをうまく取れたってところ、まあ、シュートはこうインサイドにうまく流し込んだところだと思いますけども、この立ち位置を取れたってところは非常に良かったと思いますし、まあ、開始からサイドのところの隙をうまく FC 東京の方がつけてるなって感じしますね。仕上げた阿部シュート、これで0対2です。ジュニアユースから東京育ち、阿部が決めての点差広げた東京。いやーこれはまあ台所事情厳しい中戦って戻ってきてしっかりアジャストしましたアルベル監督。いやー阿部今シーズン初ゴールですかね、素晴らしいですね。中村阿部決めて0対2 FC 東京。まあ中村穂高ワンゴールワンアシストです。まあ、ボール持った時のやっぱこう彼のランニングのスピードと、はい、やっぱこう献身性ですかね、はい、あれだけやっぱ長い距離しっかり走れますし、走った後にあれだけクオリティの高いボール出せますから、そうですね、はい、まあ、彼の能力の高さですよね。中川、まあ、90分アップダウンを繰り返せるのが2番の中村穂高選手です。今日1ゴールのアシスト、まあ、左右のサイドに対応するクレバーさも持っています。29分回っています。さあ松木、闘争心むき出しのプレイヤーです。7番松木玖生、木本、スオビク、さあ高い位置から変わらず出ますサンフレッチェ広島。広島としては早めに1点返したいところではありますけどね。いやそうですね、まあ、少し逆に前がかりになって裏にスペースができるとまたこう3失点目っていうところあると思いますから、はい、しっかりこうやりきるってところが非常にこう広島からすると大事かなと思いますよね。シンプルにターゲットのディエゴ・オリベイラです、まあ、今日はここで収まるんで時間を作ることができます。狭いところにつけます。ライン間の申し子です。森島です。川村来た、打たずに角度変えて東、右足クロスでベンカリファ来た、オフサイド。東俊輝のやっぱクロスもやっぱこう左足だけではなく右足でもしっかりこう合わせられる能力があってってところは非常にいいなと思いますね。はい、まあ、今日は左のウィングバック東俊輝、まあ、今季ボランチでもプレーをしています。どうしてもやっぱここで左利きなので左足を切ると思うんですよね、まあ、ここで右足で上げることによってまあ不利な状況で上げれますし、まあ、最終的にベンカリフォアが伸びきった状態でヘディングだったんですけども、あれはやっぱ右出しで上げられるっていうのは相手ディフェンスからするとマークしづらいですよね。はい、まあ、マーカーとしてはレフティーですのでまずは左足を消しに来ます、はい、で空いたところでしっかりピンポイント逆足で送り込みました東。ディエゴ・オリベイラがこの様子だとちょっと難しいかも分かりません。まあ、ここですね、ここでどうですかね、まあ、塩谷との接触だと思いますけども、はい、ちょっと入り方が悪く痛みがあるのか、それともトラブルが筋肉系にもあったのかどうか、はい、長友はもうコーチのような立ち振る舞いです、はい、
もうでもその選手が話してましたけど、やっぱり森重さん、長友さんとアルベル監督で守備の部分を整理したりとか、そう間に入ってくれる役割をしてくれるんだという話もありましたが、ただ今の様子を見ますともうコーチですね。いやそうですね、はい、だけどやっぱ彼のいる意味っていうのは非常にこう試合に出て活躍するだけではなく、はい、まあ、存在っていうところも非常に大きいですよね。いや絶対そうですよね、はい、まあ、ですのでその徳本だったり中村穂高、バングーナガンでも同じポジションにもう世界を知っているサイドバックがいるってのは大きいですね。まあ、世界インテルで活躍した選手ですからね、うん、そうですよ、はい、もうあの時のインテルの主力ですからね、はい、さあディエゴ・オリベイラは、まあ、大丈夫ですね、これはね大丈夫そうですね、うん、戻ってくるかと思います。さあゲーム再開装備から、まあ、前半非常にいいのは、はい、ディエゴ・オリベイラがしっかり収めてくれるところだと思いますから、まあ、彼をこの時間帯で、まあ、怪我で欠くとなるとやっぱこうまた流れがぐっと変わると思いますけどね、さあ32分とまもなく30秒といったところ、アルベル監督からするとやっぱこうまだ続けてほしいという気持ちは非常に強いと思いますけどね。本当そうですね、はい、で今ディエゴ・オリベイラ戻りました。さあキーパー大迫、大迫は前から東京が来ますので一つ飛ばしたボールですが、ここもセンターバックが出てきました。基本的には人についていく形。森重ズバッと入れる、柔らかいコントロール、プレスバックでの津田、おー阿部が行く、二度追いです、キーパーまで行く、阿部が頑張った、連動してディエゴも行く、徳本も出てきました。来るのであれば剥がしたい広島でしたが、森重の縦パス見えてますね。いやそうですね、まあ、前半からこう全員がこう二度追い三度追いして、はい、後ろでも時間作らせないよっていう守備を両チームともやってるので、非常にこうクオリティの高い試合になってますね。ですね、まあ、休む間もなくプレッシングを行います広島東京。追い越して満田、松木つないで、佐々木満田、殴れるようなパスワークです。森島から佐々木のクロスボール、大外越道、塩谷です。塩谷はボックス内縦に差し込んでベンカリファー、キーパーソービック、まあ、少しコースなかったですけども、まあ、塩谷がやっぱああいうところポジション取って、まあ、ボックス内にこう縦パスを仕掛けられるというところは非常にいいですね。まあ、このゲームだけではないですけれども、今季はそのストッパーの攻撃参加が目立ちます。まあ、塩谷はもう今季2ゴール決めています、リーグ戦。いやそうですね、レイソル戦では決勝ゴール、新潟戦はダイレクトボレー5ラストを決めました。さあその塩谷はミッドウィークはお休み、コンディションを整えてのこの90分です。荒木、エアバトルが非常に強いプレイヤーです、センターバックの荒木。中村穂高、この面白い駆け引きでした、中村大東。中村のスローインからバウンドしたボール、体をつけて佐々木翔です。ルヴァンカップで3ゴール3点すべてセットプレーからです、佐々木翔。ベンチに戻ってきたバングーナガンデカシーフ、隣には大先輩の長友佑都、森重です。あまりこうサブにサイドバック2人入れるって珍しいと思いますね。ないですよね、はい、珍しいですよね、はい。さあ左サイドバックのスターターは徳本です。 J3 から這い上がってきました、成り上がりサイドバック、左で渡辺、つなぎに行く東京です。剥がしたプレスバック、ベンカリファ、中村穂高この位置、右サイドバック、サイドバックからサイドバックです、さらにサイドバック、中村穂高倒される、笛なし、即時奪回東京、渡辺で取る。いいですね、攻守の切り替え早いですね。早いですね、まあ、シームレスなサッカーです。倒されました渡辺龍馬、笛はなし、プレーオン、入れ替わったらチャンス広島、入れ替わりました、ただ小泉が行く、仕事をしました、またしても小泉、まあ、こういうところでこうしっかりいい立ち位置を取って、まあ、守備のリスク管理できているのが小泉の良さですね。まあ、昨シーズンもトスで、まあ、彼の存在感って非常に良かったと思いますから、はい、まあ、それをこう移籍して FC 東京でもしっかり存分に発揮してますね。出してますね。ちょっと今森重が倒れて、そのちょっと前でも若干揉めるような、はい、シーンもありましたが大丈夫でしょうか。
まあ、バチバチのバトルが続きます広島東京の一戦です。まあ、前からどちらのチームもはめに行くので、はい、どうしてもこう1対1のような状況がたくさん生まれて、まあ、その1対1で負けないよってところの激しさってところが出てると思いますね。そうですね。タックル数リーグトップの東京、2位の広島、バチバチです。フラッグ上がりました。37分です。エンカリファはチームのために汗をかけるプレイヤーです。スイスの一部、トルコ一部でスキッペ監督の下でプレー経験があるんで、中井さん、しっかり広島にはもうフィットするの早かったですね。いや、そうですね。まあ、非常にこう存在感というのも発揮してますし、はい、まあ、今日はもうちょっとこう前でキープしてくれると、あの厚みのある攻撃になるのかなと思いますけども、まあ、彼の良さはまあその溜めることと、まあ、シュートもそうですけども、まあ、守備のところでもしっかりこう頑張れるというところが彼の良さですね。はい、スタートでベンカリファがファイトして途中から出てくるドーグラスで仕留めるというのが、まあ、ここ数試合の広島の形です。ディエゴ・オリベイラ、中はちょっと入ってません。えぐって時間を作った。アウトサイドで出しに行きました。ディエゴ・オリベイラ、今季ここまで2ゴールのオリベイラです。まあ、特にフェイントもしてないんですけども、まあ、彼のスピードとこのパワフルさですよね。グッと入ってくところと、まあ、最終的にこう自分に当たってゴールキックになりましたけども、横にな平行して並んだときは相手のディフェンスの前にグッと入ってくる力強さっていうのは非常にありますね。はい、裏返した3列目から河村だ。東から河村、河村背負って使って森島来た。東、河村、森島、トライアングルで取りました。サンフレッチェ広島1対2。前から来れば長いボールで裏返した、ナイス東、仕留めた森島です。まあ、FC 東京が少しマンツーマン気味にディフェンスラインがこうついてくるので、まあ、それを逆を取ったような形ですね。しっかりここでランニングしてうまく取りましたし、まあ、ここで簡単に倒れない強さというところと、あとはここの決定力ですよね。この長いボールで3列目から非常にこう長い距離走ってきますけども、ここで体をぶつけることによって時間作りましたし、必ず落としてくれるんじゃないかというところで走り続けた森島ですよね。まあ、彼の強さ、河村のこの、まあ、前半からやってましたけども、彼のこのランニングの質っていうのは非常に高いなって感じしますね。はめに来た東京、東で裏返して中川、中川、中川来た、中川、おお、最後は塩谷ですけれども早かった中川。いや、そうですね。まあ、彼も横平行で並んだ時にグッと出るやっぱスピードっていうのは非常にありますね。はい、トップギアに乗るまで早かったですね今ね。はい、らしさが出ました中川、最後は消しました塩谷です。いや、中川の道が開きました。さあ1点返した広島です。広島としては前半で一つこの1点差にできたってのは、これ中井さん、いや非常に大きいと思いますね。大きいですね。はい、まあ、後半からドグラスビリアが出てきて、はい、しっかり点取るよってところの、まあ、勝利の方程式じゃないですけども、自分たちの勝ち方ってところを、まあ、最近こうしっかり定着させている中で、はい、まあ、2点差ではなく1点差にできたってところは、まあ、後半、まあ、前半まだありますけども、後半に向けてすごくいい流れにはなりますよね。ですね。さあ、まもなく40分、ボールをこの時間握るのは広島です。起点になりました東、ディエゴ・オリベイラのディフェンスです。さあ、東のスローインから森島、ディエゴの守備、頑張って守備もしますストライカー。近いところで森島、ワンタッチありました。広島のスローイン、中盤が躍動しました広島。ベンカリファフリック、抜けて森島、胸コントロールから高く上がって佐々木、上になりました。オフサイドポジションでした。空中戦の最高到達点は2m46 です佐々木翔。まあ、サイズはそこまで180はないんですけれども、はい、エアバトルに強いディフェンダーです。まもなく41分、2点差にした東京、ただ1点返した広島です。まあ、どうしてもこう少しマンツーマン気味に守備するので、さ、長い距離やっぱ3列目から走られるとやっぱついてこれないというところをうまくこう逆手に取りましたね広島の方はね。なるほど。ま
どうしてもこう人に強く食いつくとその後ろから特にボランチからの位置を見るのが難しかったりしますもんね。いやそうですね、まだ2列目だとボランチの、まあ、特に FC 東京で言ったら小泉なんか見れると思うんですけども、はい、まあ、3列目となるとやっぱ相当厳しいと思いますよね。まあ、そこをしっかり走って起点となったのが8番の川村です。まあ、足元の技術もある選手なんですが、ああやった走れるスプリント能力だったりエアバトルも強かったり、トータル的にやっぱり川村選手はあの魅力的な選手ですね。いやそうですね、まあ、今回アシストでしたけどしっかりこうゴールも奪えるってところも非常にボランチとして、うん、やっぱこう上手いプレイヤーじゃなくてやっぱ相手にとって危険なプレイヤーになれるっていうのは非常にいいですよね。はい、怖さのある選手です、ボランチの8番川村です。はい、広島生まれ広島育ち、小学校1年生の時からこのスタジアムに通っているそうで、まあ、イースターはラストイヤーで、まあ、僕にとってはこの全部が詰まっているスタジアムなんですと、いい形でお別れしたいですと川村は話をしていました。まあ、このスタジアムで、まあ、スーパーゴールも決めてますからね、彼は昨シーズンの年間ベストゴールです。はい、スーパーロングシュートを決めた川村。さあ腰道リードは東京つなぎます。ここでちょっと落ち着きたいところであります東京です。左から行きます、塩谷マッチアップ、ここもボディバランスがいい松木玖生、ファウルをもらいました。まあ、塩谷が少し手かかったってことじゃないですかねだと思いますけども、まあ、そこでもしっかりこう倒れない体幹の強さですよね。強いですね、そのシーンご覧いただきましょう。はい、もうこう左足で少し舐めながらしっかり距離取りますよね。まあ、塩谷からすると、まあ、少しユニフォームを引っ張られているので、まあ、そんなにこう塩谷自身が引っ張っているようなイメージはないですけども、まあ、非常に松木のうまさですよね、はい、腕の強さですね。そうですね、手の使い方やっぱりうまいですし、手にパワー体幹ありますしね。はい、さあキッカーは松木です。まあ、少し位置は違いますけども先制点もこのような位置からゴール生まれてますから広島としてはうまく修正してここで失点しないようにしたいですね。先制ゴールは松木から中村穂高でした。松木のボールが入ってくる、これもいいボールが来た、流れる川村のクリア、東京スローインです。43分と30秒回っています。チェックしてますかね、少しもしかしたら手に当たったっていうところあったかもしれないですけども、ハンドかどうかで VAR チェック、あだけども、うん、再開ですね。はい、さて渡辺龍馬ですがフラッグ上がりました。ちょっと納得いきませんでしたけれども、両足で器用にさばけるのが渡辺龍馬です。いろんなポジションもできます。まあ、本人はこう胸の位置で触ったっていうところをねこう主張しましたけどね。さあ広島の大迫からスタートです。相手のプレスを無効にするロングフィードもこの人の売りです。日本代表キーパー大迫圭介、献身的なアタッカー、ターゲットはベンカリファですが木本が頭に当てる、入れ替わって腰道来た、腰道かわす、ついていった徳本、急ぎます腰道、まもなく45分。さあアディショナルタイムは目安で何分あるでしょうか。ボックス内でベンカリファですがこぼれて塩谷、リフレクションあったボール、ボックス内です、東京ボール、倒れました森重です。長短のパスでゲームをコントロールします森重正人。森重入ると特にやっぱり前節も思いましたけれどもゲーム自体が締まって安定しますしね。いやそうですね、まあ、さすがベテランというようなね、まあ、ポジショニングもそうですし多分ラインコントロールも非常にいいですよね。ですね、在籍が14年目でチーム最古参です。森重正人、広島の紅葉 FC、 サンフレッチェのジュニアユース、広島南高校、2006年に大分に加入をしました。2010年からは東京一筋のプレイヤーです。アディショナルタイムは目安で3分です。45分と30秒、ディエゴ・オリベイラ、反転川村、シャープなターンを見せました。小回りも効きますしダイナミックさもあります川村拓夢、パートナーは野津田。まあ、川村が出ていく分しっかりどしっと構えるのが野津田っていうような構図ですもんね。いやそうですね、野津田がいるからこそ川村があれだけ長い距離出てきますよね。ディエゴ・オリベイラ引きつけて中川だ、中川カットイン、入れ替わってスイッチ、ディエゴ・オリベイラ強い、溜めて右に振ってアウト。ちょっと中村穂高もボールの威力と相手の間合いで迷ってしまいました。そうですね、
東、森重正人のヘディングです。野津田、河村のパートナーです。難しい体勢で頭に当てました。広島ボール。育成年代ではボランチで鳴らしました、3番の森重。今そのファールに対して少しフラストレーションを溜めるようなジェスチャーしたので、注意を受けましたね。まあ、競ったところで森重のファールというジャッジでした、はい。まあ、そこでコミュニケーションを取った主審と森重。ここで47分です。キッカー、フリーキックは右足で満田。誰に合わせるでしょうか。ゴールに向かうボール、ニアサイド、オーバウンド、ソービーキャッチ。まあ、ゴールに向かっていくボールで誰かが触ってコース変わればっていうボールでしたけどね。徳本来た、ワンタッチで中川来た、早いぞ中川。おお、阿部も行く、クエはまだなっていないが中川間に合わず、中川と阿部が2枚でスプリントしていきました。痛みます阿部。今接触があったでしょうか。おそらく、まあそこでキーパーとの接触だったら、まあ、少しカードの対象になるかなと思いますけども、まあ、最終的にこうキーパーとぶつからずに、この後ですね、ここで少し足と足が絡んでて、まあ、荒木の方が前に出てるので、まあ、カードの対象になるようなこう工作ではなかったかなと思いますけどね。最終的には阿部と荒木という接触があったように今の映像で見えました。さあ今確認中ということにはなりますけれども、さあここどう見るでしょうか。まあ、その可能性ですね。まあそこで大迫がぶつかってれば、はい、まあ、そういう可能性はすごく強くなるかなと思いますけども、はい、今見てると大迫との接触ってところはなかったように見えますから、うん、まあ、荒木との接触で荒木がこうぐっと前に出てるので、そうですね、なかったですね。ないですね。まあ、改めてディフェンスの位置と数、反則とゴールまでの距離、プレー方向、オフェンス側がボールをコントロールできる可能性以上を加味してのジャッジ、はい、ないというジャッジでした。さあ前半終了です。1対2リード東京です。いや中谷さん、はい、ちょっとですね、相当面白かったですよ。いやそうですね非常にこう攻守の切り替え、はい、球際の強さってのが出てると思いますし、両チームとも個々のところ、負けたくないっていう強い気持ちと激しさっていうのが出てたと思いますよね。相当この45分でしたけれども見応えありましたもんね。いやそうですね、まあ、後半交代でこう流れを変えれる選手が両チームともいるので、まあ、それも考え、やっぱ後半流れが変わってくると非常に楽しみですね。楽しみな後半です。どんなドラマが待っているでしょうか、はい、サンフレッチェ広島対 FC 東京の一戦です。さあこの後半はドーグラス・ビエラどのタイミングで出てくるでしょうか。1対2東京リードでハーフタイムに入っています。
試合観戦に際して、ソンフルチ広島からのお願いです。ご来場、ご観戦地の皆さんについては、お客様ご自身でご案内いただき、必要に応じて着用ください。Welcome back. We are seeing a half-time change and the introduction of Douglas Vieira. No surprise, maybe, that Sanfrecce have summoned him from the subs bench because he scored four times in his last three appearances, all of them as a substitute, as the experienced Brazilian. And he comes into the situation for Sanfrecce where they still have much work to do, but they do have renewed hope after the goal back before the break from Tsukasa Morishima, halving FC Tokyo's advantage that they'd built up by scoring twice inside the opening half an hour. And that from a team that had managed just one away goal all season through their first four fixtures on their travels prior to this afternoon. Nakamura and Shuto Abe with the goals that had put the visitors in charge, and they remain ahead despite the deficit being halved by Morishima. And Douglas Vieira on in place of Nassim Ben Khalifa, a straight swap in attack for this second half. And he's yet to start a game actually this season, Douglas Vieira, but he's been in excellent scoring form of late, which Michael Skipper hopes will continue in this second half. Scored in the victory at Yokohama last weekend, the win against Sagan Tosu, and twice in his first league appearance of the season at Kashima Antlers, the start of the month. So it is Sanfrecce Hiroshima who get this second half underway. More is going to be required from them.
after the shock setback that they suffered by conceding twice in the opening half an hour. Shima's goal back before the break has given them something to work with, and they have brought on Douglas Vieira to try and continue his excellent recent scoring record as a substitute. No surprise that FC Tokyo are as you were in terms of personnel from a first half in which they took their chances, really. Didn't create too much, but scored twice. Of opportunities that followed that second goal as well that suggested they were still capable of causing further damage to a Hiroshima defence that had been solid in recent weeks. Kept clean sheets in three of their first four home games this season. Sanfrecce Hiroshima having to do this the hard way today, though. Fascinating to see whether they can manage it in this second half. Look for the goal scorer. Morishima did reach it. Did have Mitsuda trying to arrive on the end of it as well. Still potentially the danger. Shiotani will swing it in. Nakamura away. An involvement for Douglas Vieira to knock that one down and then maybe yet get on the end of it in the middle. She wasn't quite able to do. And then covered good ground. Then Kawamura working it wider. He wanted the return. It's aimed in towards Douglas Vieira instead. Up in a rather animated, frustrated conversation between teammates who weren't quite able to link up as intended. Well, he's taken up the same position as Ben Khalifa and will bring slightly different attributes to it. Fifth season at the club after 3 years he had with Tokyo Verdy in the second tier. Knows this league particularly well now. At the age of 35, he is proving he is still very much a goal threat of late. Sasaki was looking for Higashi, couldn't find him. Maybe too frequently today, it hasn't quite come off for Sanfrecce. Watanabe brought it under control neatly. Comfortable for the keeper, who has had a quiet afternoon, Kazuki Osaka, despite conceding twice. He will have been disappointed by his part in the first of them in particular. You can see already the deliberate ploy to play up towards Douglas Vieira. They're looking for him at every opportunity since his half-time introduction. Miscontrolled by Matsuki in midfield. Will then have to stretch himself to try and win the ball back. Not Suda. Kawamura. No let-up either for the referee at the start of this second half. He was kept busy in the first and he's produced the card for Kawamura, who has not taken the news well, neither has his coach. Michael Skipper furious. They felt it should have gone the other way, I think. Douglas Vieira now leading the protest. Let's try and clear this one up. That's why he was booked. The referee was right there. He's been getting increasingly agitated on the touchline today as Skipper. Confirmation of the card from Kawamura. You heard the call, perhaps. He was playing the ball and nothing else, but that was not the referee's interpretation of it.
It is only the third card of the game. He might have given more, actually. It's been a series of free kicks, really, throughout. Rode the initial challenge. He did get his left boot to the ball and didn't know an awful lot about it, really, as Shuto Abe came across. But he found himself in a difficult position, did Takumo Kawamura, and he's now found himself in the referee's book as a result of that. Response of Sanfrecce was a risky one as well, particularly Kawamura. Need to respect the referee's decision, and in the immediate aftermath, it didn't appear as if that was the case. Oliveira didn't quite come down quickly enough for him. Douglas Vieira up the other end. Two experienced Brazilian centre-forwards are the outlets, really, for their respective sides. Scored their opponents 9-2 on this 5-match winning run coming into today. Sanfrecce Hiroshima. We need to rediscover that attacking threat. Did look like they'd fallen behind early on at Yokohama last week, actually, but the opening goal that day was disallowed by VAR for handball. Yokohama had started strongly and lost their belief once they went behind. This time, though, Albert Pucci's team were able to reap their reward. Run up against Sanfrecce. Be able to say the same come the conclusion. They're going in search of another themselves here. Just didn't really catch it with Tanabe. Goal of the week contender last week. Goal of the season contender, maybe. Flew in on the volley. Wonderful control on the chest as well. That was his second goal of the season. Wasn't as close as he would have liked to have been to extending his total a moment ago, though. It does look like they might need a third, FC Tokyo. Both of these clubs, of course, well established at this level. Tokyo now contesting a 12th straight season in J1. Sanfrecce Hiroshima, a 15th year in a row at this level. They look for Douglas Vieira. He did get on the end of it, but the presence of the defender was important in ensuring it is only a corner and no more. Some reward, though, for Douglas Vieira. Comes into this on a real high after his recent exploits in front of goal. He's already managed more goals in the last three games than he scored in the whole of last season. Koto Mitsuta waiting to take the corner kick. Temperature just topping 20 degrees Celsius today, big contrast to last week. Swings in the corner kick, headed out by Matsuki, further clear by Watanabe. Excellent crossfield ball by Matsuki, but thwarted by the flag. Certainly see what he was trying there to switch up the play. Has been one of the criticisms of Albert Pucci's team so far this season, really, that they've not quite found their identity. They've not been consistent in the way that they've liked to play. Signs of improvement, perhaps, on that score this afternoon. More defensive work for them to do here. This is Koshimichi. Shiatani. Doesn't work as intended.
It's fairly clear, I think, how Puig wants them to play, given his upbringing at Barcelona. It's always likely he would try and implement some sort of similar style, and it was always going to take time. I guess that message of patience that he was preaching throughout much of his opening season in charge does to a point remain the case. There will come a stage, though, where FC Tokyo are going to have to start delivering the results and ultimately, of course, going in pursuit of silverware as well. Such are the big ambitions that they have. Clearances by Komoto this time. Probably more height, though, than there was distance on it. It has been Albert Pucci's policy to really play the kids in the cup competitions. To rest some of his proven starters, it's also thought that policy might change because there is a growing need for trophies in the capital. Nakagawa going down on the touchline. Haven't really got him in the game as much as they might have liked yet. Toruhito Nakagawa, who signed for this season from F. Marinos after 8 years with the champions. Did struggle to play every game in Yokohama on a consistent basis. He was in another side a little bit, but he's certainly been signed to be a regular starter for Tokyo. And has missed just the one match so far in J1 this season. Hasn't featured in the League Cup yet because of that aforementioned rotation policy, really. It's not Suda. Slipping it into some space for Higashi. Three in the penalty area. Isn't able to locate them, though, and now maybe the counter-attack. Watanabe. Stage of his career now, Ryoma Watanabe, where he's hoping to deliver consistently. Former Japanese youth international. Third season at the club. Chase on for Diego Oliveira. And Sasaki did just enough to allow the goalkeeper Osako to come and claim it. Quite the start to the second half that Sanfrecce would have been hoping for, though. Really being able to push on as intended. Plenty of the ball, but no clear-cut opportunities yet resulting from it. So it's lofted forward towards Douglas Vieira. And although that is the ball that they're often tempted into playing, it's one really that Tokyo are dealing well with at the moment. Held up by Vieira this time. Giottani. Leave it for Notsuda. Sasaki forward. Quite with the precision required, though. Nakagawa drawing the foul and winning the free kick. Tokyo just taking this thing out of the situation. To be patient in possession, FC Tokyo. Six sides going into this weekend, yet to win away in J1 this season. Still on course to change that. Their last away victory actually was by a solitary goal to nil at Kashima Antlers on the 1st of October, late last season. Vieira was a little isolated in challenging for the bouncing ball. Suki Komoto can clear. They do look fairly content at the moment, Tokyo, though, with what they have. And given that we still have half an hour to play, it's a little risky, maybe.
potentially understandable. Kushimichi's cross was dealt with. Shige was in the way. Further changes being readied as we reach the hour mark. Looks like two more. Sanfrecce Hiroshima, so they try and pick a way through here. Chiatani up from the back wasn't quite able to do that. Diego Oliveira. Held onto it well enough. And they get the free kick. Kushimichi was the player penalised. Will possibly afford Michael Skipper the chance to make the changes if they're ready. Clearly feeling that he has to change something else because not enough has changed at the start of the second half for his liking. Kushimichi actually is one of those making way. Shuto Nakano will come on and Ezekiel is on as well for Notsuda. For the fifth straight game, actually, in J1, the Brazilian in his fourth season at the club, the former Botafogo player. Nakano likely to take up Kushimichi's role on the right. He has filled in there at times this season, despite his preferred position being at centre-back. He is actually featuring for every game this season, but he's only started two of them. The Tokyo-born defender up against his home city side. Nakagawa leaves it for Watanabe. He didn't get too far. Douglas Vieira had come deep. Ezekiel is straight into the action. He does have support arriving in the middle as well. It's a very congested penalty area, and the pass needed to be played with a bit more precision because of that. Suter was the one trying to get on the end of it. He'll have to settle for the throw off Nakamura. Takes it quickly. Towards Ezekiel, Douglas Vieira as the substitutes combine. Now Morishima working it wider for Nakano. Important block really as soon as it left his boot. But the substitutes linking up and immediately announcing their arrival, immediately impacting the game. Forcing the corner kick. Some concerns going into this season that Sanfrecce Hiroshima didn't have the strength and depth really to sustain a challenge, particularly with potential continental commitments to come. They may address that in the summer as the corner is delivered by Mitsuta, and they'll get another go on the other side. Change of calendar, of course, for the Champions League this season ensures that those commitments kick in much later in the campaign. They face a playoff to try and reach the group stages in the autumn. Result of last season's third place finish. So Mitsuta to try again from the other side. Much deeper delivery this time. Araki got his head to it. He might have another go here. He gets his head to it again. Morishima. He's comfortably cut out by Nakagawa. Could have bounced anywhere, really. Break favourably for Shiatani, as it turned out. Ezekiel. Morishima. To Douglas Vieira, trying to turn. Ezekiel's behind him. And he's still going here. And it's blocked behind, but it's getting a little nervy for FC Tokyo, who had hearts in mouth for a moment at the back. And already it appears that Ezekiel has made a difference. Hasn't started a game yet this season in J1. His only two starts have come in the League Cup competition. But he's certainly influenced things already, enforcing another corner. They keep on coming in by Mitsuda. And harmlessly over the top this time. Shows Sasaki up from the back. Scored three times last season.
the skipper, yet to open his account for 2023. In J1, that is. He has 3 goals in the League Cup competition. Albert Puig about to respond, it would seem, with a substitution of his own, because Tokyo's lead is looking a little more fragile right now. Change is going to be up top. 20 minutes into this second half comes FC Tokyo's first change of the game. Fascinating tactical tussle going into this closing quarter from here in these circumstances, a scoreline that few would have predicted really at this juncture. Shiatani, so this will give them the chance to make that change. And back from injury comes Kashif Bangnagande, after suffering that knee problem on his debut for Japan in the friendly that they played last month against Colombia. He's going to take the place on the right of the attack for Nakagawa. Well, it might mean a little bit of a reshuffle because he does prefer the left-hand side. We shall see exactly where he slots in. Tokyo-born, recently capped Japanese international. Dad from Ghana. Rapidly rising reputation. He had started every game of the season before that injury with his country. Back maybe a little ahead of schedule. Ruled out for round about 4 weeks. Time. As we reach the midway point of this second half, no addition yet to the half-time score. FC Tokyo would have settled for that at this stage. Now they look to create something more themselves. Gande almost away, but the decision has gone against him as he tries to get involved really for the first time. Pretty heavy strapping on that knee. He took on Shiatani and just gave him a little shove in the process. Trying to break into the Japanese national team off the back of what was a successful World Cup in Qatar for the country. Long build-up now to the delayed Asia Cup. Both of these sides actually have had players recently called up by the under 20 squad for a training camp next week. Morishima. Lovely first touch. Just kept it in, but couldn't keep hold of it. Might win it back yet, though. Feeling for some assistance in the assistant referee's direction, who was right on the scene, but did not intervene. Sasaki. Here has been a bit of an issue for Sanfrecce Hiroshima, despite their strong recent record, because one has tended to be enough in the last few games. Goal back from Morishima before half-time, only the fourth that they've managed at home this season in this their fifth fixture in front of their own fans. Yet really been able to rise to the different type of challenge that they now face. Still harbouring hopes of doing so, still possibly in a position to do so. Numbers forward in support of the attack here, Mitsuta taking over.
Trying to link with Higashi, who will make it his, and it just evaded Douglas Vieira in the middle. It will break for Morishima to strike it. He didn't really catch it as intended. And then it's blocked behind. It could have gone anywhere. Morishima will feel it should have gone on target when it left his boot. But equally, FC Tokyo will be disappointed that they didn't deal more decisively with that, that they didn't stop Higashi. Just took a swipe at the ball, really, did Morishima. Mitsuta. Morishima hoists it high. Douglas Vieira is underneath it and on the end of it. No menace in what followed, though, as he looks to keep that scoring run going off the bench. They've got two players down here, FC Tokyo, and I think it might have been an inadvertent collision between the two of them. Koizumi is hurt. So too is Morishiga, who is the other player down, just behind him. The stage of the game now where the changes will keep coming. I don't think they're going to have to make one here because both Koizumi and Morishiga are back on their feet. But Albert Pooch is readying replacements, probably elsewhere in the side. Three more Brazilians on his bench. Adeilte actually was last season's top scorer. Pedro Perotti is a new signing for this season. Still waiting for his first start. Options to shake it up, certainly. Himself isolated here, Douglas Vieira, but it did fall favourably for him. And he will get the free kick despite the protestations of Morishige. The visiting captain found himself in an awkward situation here. Difficult position, really, from which to attempt the challenge, and it was one that had very little chance of being successful. The manner in which he made it. So they will make the changes here. Adeilton is going to come on. Scorer of 12 goals last season, and we will see the vastly experienced Yuto Nagatomo as well. And those 7 seasons in Serie A with Inter. Returned in 2021 for a second spell with the FC Tokyo. Adeilton will come on for Diego Oliveira in attack. One Brazilian centre forward for another. That will wait, it would appear, until after this free kick. Which is in a promising position for Sanfrecce. Higashi's going to take this one. Change of taker. More menacing as well. And we'll be grateful for Tokyo to see that land only on the roof of the net. So the wait to bring on Adeilton will continue because there will be another set piece to follow here. Came off the head of the player likely to be withdrawn. Diego Oliveira for the corner. There goes again, up from the back was Araki challenging for that. The decision's gone against him. Tokyo survive another scare, and now they can make the change. All changes. First one is in attack. Adeilton for Diego Oliveira, and Nakamura is the player that will come off for Nagatomo. On the right-hand side of the defence. Featured in all but one game as Yuta Nagatomo in J1 this season, but only started 3 of them at the age of 36 now.
the second most capped Japanese international of all time, with 142 appearances for his country to his name. His experience could be key in trying to help Tokyo over the line. They are getting closer, but it will still feel like a lengthy wait, I'm sure, for Albert Pudge and those travelling fans from the capital, as it has been for their maiden away win of the season so far. Another 15 minutes plus added time between themselves and a vital victory. It would be a missed opportunity for Sanfrecce Hiroshima, who had top spot in their sights, all 3 points required to move above Vissel Kobe before they play F. Marinos later. Going into this game third in the table behind Nagoya Grampus on goal difference as well. That was won well by Kawamura. He's continued his run and gets the ball back. Morishima improvising. Ultimately to no avail. For all their attacking intent and obvious requirements in attack, but Slavic in the Tokyo goal hasn't had too much to do in this second half. Nagatomo almost played in behind there. Has to try and hurry back. Mitsuta. Worked it well for the shot, which was hit with some power by Shiatani, deflected. Carries for the corner. Can they increase the intensity? Can they take advantage maybe of a tiring Tokyo, given everything that the away side have had to put into this game? Has been an issue that they've struggled with at times this season. Higashi coming off here, Satoru is on. It's all about late turnarounds. It was his two goals in added time that won the J-League Cup final for them last season. And there were moments from defeat against Cerezo Osaka. So another striker, the Cypriot international, is thrown into the fray. Mitsuta's corner didn't beat the first man. Maybe the counter-attack. Ade Hilton is a second favourite, though. Up against Ezekiel, who went with him and did enough. Koizumi down again, not for the first time this afternoon. Started the first three games in J1 this season, Ade Hilton, after the success of last year, but it has been off the bench that he's featured more regularly recently. Brought on to try and see them over the line today. Stands a fourth successive 2-1 victory for Tokyo against Sanfrecce Hiroshima. Remains very much on the cards. It was Ade Hilton who got the winner last season, 3 minutes into added time in a dramatic conclusion. They've done this in a very different route, but potentially the same result. Sanfrecce haven't beaten Tokyo at home since November of 2017. Shu Inagaki got the winning goal that day. No victories in five since then. Michael Skipper getting a very frustrated figure on the touchline. Unhappy about the foul on the touchline. His side have got the free kick here, and Suter waiting to take it. And this time it hasn't been dealt with, but it just skips away from Nakano.
He was the closest to being able to make something of it. And his substitute, Shuto Nakano, found himself in a very useful position there. Player who'd only made one J1 appearance before this season. Well, as mentioned, he's featured in every game. Kawamura was cut out, though, by Matsuki, who has it back again. Matsuki making ground. Support from Shuta Abe. And Gande was trying to go around the outside of Nakano. We had none of it, really. Did enough to deal with the danger. They've shown real spirit recently on this five-match winning run. Sanfrecce Hiroshima, they've come together as a collective to suggest that they can be title challengers this season. They have to dig deep here to earn some reward today if they are to really maintain that perception that they can be amongst the contenders. There's an offside flag up on this occasion. There's going to be more changes made by Albert Puig. On into the action will come Higashi. And Henrique Trevisan, the Brazilian. Tokumoto and Watanabe making way. Last week's goal scorer coming off. And that's just the case, really, of fresh legs to provide that extra little bit of energy as they attempt to hold on to what they have. A little bit of a reshuffle at the back, though. Henrique Trevisan is a centre-back by trade. Scored, actually, in his last appearance in the 2-2 draw against Shonan Belmare. He's been brought on, you would imagine, with the aim of helping them to preserve this lead. Kyogo Higashi's been a regular starter this season. It's only his second appearance off the bench, having begun six times in the starting lineup this season, including the first five games of the campaign. And replaces Watanabe. Adeilton takes some stopping in those situations, but he was stopped impressively by Hiroshima. Working it a little wider for his captain Sasaki. Clock really is ticking down now, though, for the home side. Urgency required if they're to salvage this. Morishima. His cross carefully cleared. Only league loss was on match week two here against Alvarez Niigata by 2-1. And the other defeat this season also here against Nagoya Grampus in the group stages of the J League Cup. Certainly haven't given up on this one yet, though. Douglas Vieira, Shuto Nakano. Cleared as far as Morishima. Sasaki. Asking the questions. So far, FC Tokyo have had the requisite answers in this second half. Keeping the home team at bay. And Eilton will settle for that in the circumstances. Collective spirit required from Sanfrecce. They need to summon it up in these closing stages. Club name that translates as Three Arrows. The story, the feudal lord, Mori Motonari, told his three sons that a single arrow might easily be snapped. Three held together would not be broken. Urged them to work together for the good of the clan. And that is the founding story, really, of this football club. The spirit on which they've been built and that they need to show in these closing stages.
three times champions of Japan. There's a yellow card in there for Morishige. After that little flurry, the referee had kept them in his pocket more latterly. See what Shiatani was trying there, and he did have the strength to complete the job and shepherd it out of play. Final five of the 90, though. Morishima again had covered good ground in turning defence into attack. Ezekiel wriggled into a little bit of room where previously there was not. Gashi with the clearance. Sasaki, understandable really that Tokyo have dropped so deep now. Been pinned back in these final few minutes of the match, understandably, almost inevitably. But the outcome remains in the balance. It's Albert Pooch, who's very animated in his technical area, with his team under pressure. So far, though, nothing has come their way that they haven't been able to deal with pretty comfortably. And they'll get the free kick to earn a little bit of respite. Kano just left his foot in, I think. No surprise that Koizumi's in no great hurry. Ezekiel trying to usher things along a little bit. First away win in J1 this season for FC Tokyo could give their campaign such a lift. They face Albirex Niigata next weekend. Week today. And then they're back on their travels at Avispa Fukuoka the following Wednesday. First full midweek round of fixtures is looming in the J1 calendar at the start of May. Sasaki. And again. Mitsuta. Sasaki is seeing plenty of it. Presence of Araki at the back means Shiatani and Sasaki either side of him are the two really charged with building from the back. The two defenders that try and spark the attacks. Ezekiel had that initial influence when he came on. It's waned a little bit. Tokyo have got to grips with his threat, it would appear. Fought by Kawamura. Cleared only as far as Araki. It's all being played in the FC Tokyo half. That's 90 seconds now of the 90 minutes. Bit of space for Nakano. And a big appeal as well as his cross was driven in. It's lashed over by Kawamura. I'm still asking the earlier question, I think. He certainly is. Rikeshihara just waiting for the all clear from VAR. It was a handball. It appeared to be Kawamura that committed it. Bounced up inadvertently and perhaps struck him on the hand just prior to his shot. Just the one a few seconds before that that the home team were hoping might have been given. It wasn't, and it's cleared away by Suave. We'll find out in the next 30 seconds or so how much added time there will be. That is the only time that Michael Skipper's side will have to try and save this. He's had plenty to say for himself as the German boss on the touchline today. To say this particular story hasn't unfolded how he would have anticipated it.
Not many would really, given the respective form of the two sides coming into it. Four added minutes for Sanfrecce Hiroshima to try and find their equalising goal. They've put together five match winning sequences fairly frequently actually over recent seasons, Sanfrecce, but never in the modern era. Have they managed six wins in a row? And it would appear they're going to fall short of that particular target again today. Settle for a point from here. Still striving for it. Chiatani goes down, gets back to his feet, gets the free kick. Well, it's Tokyo's turn to be upset with the referee's decision. More really because of the implications of it than the merit of it. This is a useful position to get it into the penalty area. It's a position that Sanfrecce have to make the most of. Be too many more opportunities beyond this one. One by Mitsuta and comfortably repelled, emphatically repelled. Breaks back for Ezekiel though. Too much on it for Douglas Vieira. Been a little too deliberate in his direction since he came on at the break, and they've not really got Soterio into it at all. He's barely had a touch since coming on later in the second half, the Cypriot. Joined from Ludogorets in Bulgaria halfway through last year. Never quite yet found his best form. Certainly earned himself some credit with the supporters, courtesy of that cup final double. If there's nothing else in the Sanfrecce shirt, he will be always remembered for his contribution in that final last year. Soterio was the target this time. He doesn't get the free kick that he was calling for. Natsuki. See, Tokyo just need to keep hold of it, really, inviting challenges like that, perhaps. But the free kick wasn't given this time as Abe went down. He's got the ball back, but the referee has pulled it back. Nervy conclusion. All a little bit edgy and anxious at the end. Last minute now of the four added on. Ezekiel did well to get his foot to that first. This is Sasaki. Striding forward from centre-back again. Makoto Mitsuta. We've seen plenty of it without quite being able to weave his magic. Ezekiel Morishima helps it on to Nakano. He will hoist it in high, trying to pick out Piero Soteriu. Good goalkeeping, though, from Suavik. Came and made it his and will hold on to it for as long as he is possibly permitted. And FC Tokyo have almost got the job done. Seconds away. That may well have been the last attack that they've had to withstand. Keeper clearing into touch. That is the full-time whistle. That's the first away win of the season for FC Tokyo. And after five successive victories, it's a big setback for Sanfrecce Hiroshima. Denied the chance to go top this afternoon as Tokyo come here and win again and beat Sanfrecce by 2-1 for the fourth meeting in succession between these two clubs. Did the double over them last year and they win here in Hiroshima for the third season in a row. The damage done early, really, with the goals inside the opening half an hour from Nakamura and from Shuta Abe.
Morishipa got one back before the break, hinting potentially at a second-half comeback from Sanfrecce Hiroshima that they were never able to complete. It's finished. Sanfrecce Hiroshima 1, FC Tokyo 2. Well, both bosses were very animated, weren't they, throughout, but it ends amicably between the German and the Spaniard. But it ends in victory for Albert Pudge's FC Tokyo. How they needed that. Their first away win of the campaign after 2 points from four games on their travels before coming here. We will get some post-match reaction very shortly as the Tokyo players celebrate a notable success. They trailed Sanfrecce by 8 points in the table after just eight rounds of the season coming into today. And those fans that have made the trip outside of the capital southwest to Hiroshima have their reward. They went in front, of course, just 5 minutes into the match. Ito Nagatomo with the Nakamura with the opening goal, having scored his only previous career goal against Sanfrecce as well. And when it was doubled by Shuta Abe before half an hour was up, Tokyo were in charge. It didn't appear that way going into half-time, though, after Morishima had pulled one back. But for all the attacking intent and endeavour shown by Sanfrecce in the second half, it didn't translate into clear-cut chances. That pressure was well dealt with by FC Tokyo, suggesting today that they've taken a step in the right direction. What will be key for them now is consistency, able to put results together, try and go on a charge at the table, as Sanfrecce have shown themselves is more than possible with the five wins in a row that Michael Skipper's team had recorded coming into today. They will attempt now to bounce back with a trip to Cerezo Osaka in 7 days' time, having not necessarily seen this setback coming. The form book ripped up by FC Tokyo, and how they merit these moments. Able to soak up the celebrations with their supporters, who have made this trip in numbers, who do believe and do demand. They haven't always been able to match those expectations in recent years. This is only a small step in the right direction, but potentially, in the context of the season, it could be such a significant one. リーグ戦5試合ぶりの勝利となりました。かなり激しい試合でしたけれども、今日の試合振り返っていただけますか。そうですね、まあ、前半、いい時間帯に2点入って、その後広島さんに、点取られてしまいましたけど、後半はもう結構一方的なゲームになってしまいましたけど、本当にみんなの、気持ち、力を振り絞って、出し切って90分最後まで戦ってこの結果なので、すごい満足しています。ゴールシーンなんですけれども、中村選手の